ました。こんにちは。今日は狩りに行くのですか？クエストですか？何だって私にお任せなのです。マスター？はい、やっぱりマスターにはお見通しなのですね。実はこの間からずっと気持ちがモヤモヤしているのです。だからおやつもあまりたくさん食べられず。この前セリスカとデイジーに会いましたよね。それか、あの時最後にゼリスカは言いました。答えはもうレイちゃんの中にあるって。でも私には何のことかさっぱりなのです。いくら考えても私は早く理想の関係になってもっとマスターの役に立ちたいのに。おお、ニュースで見た顔がいると思えばお前タイプ X だろ。ってことは、そっちにいるのは噂のマスター様か。いかにもひよっこって面をしてやがるぜ。なんなのですか、あなたは。マスターはひよこではありません。引っ込んでな。いくらレアだろうが AI なんぞ似合わねえ。俺様が会いたかったのはそっちのひよっこよ。いや、それよりチートマスター様って呼んだ方がいいか。聞いたぜ、お前ログイン初日に大会に出たんだってな。最初からそれ目当てみたいによ。そしてだ、ワープゲートでうっかり飛んだ先が偶然そこのアファシスの目の前だったんだってな。お前は迷わずマスター登録、上位ランカーの鼻先からそいつをかすめ取ったってわけだ。しかもその時上位ランカーから撃たれたのに、なぜか狙撃は外れ、あんたは無傷。ってふざけんな、できすぎだろうが。何がリアルラックだよ。なきゃあるか、チートだろ。そうなんだろ。ひどい言いがかりなのです。マスターはチートなんかしないのです。俺はお前のマスターと喋ってるんだよ。だいたいなんだお前その喋り方。他のアファシスじゃ聞いたことないぜ。バグでもあるんじゃないか。ああ、違います。マスターはチートなんてしてないし、私にバグなんかありません。勝手にマスターのことを悪者って決めつけて、ちゃんとした証拠もないのに思い込みだけで文句を言って、あなたなんか何も分かってないのです。なんでお前こそ何が分かるってんだ。分かります、マスターはすごいのです。ズルはしないし優しいし、それにとても努力家なのです。今強いのだってずっとずっと頑張って強くなったのです。それに私にお小遣いだってくれるのです。パーツだって探してくれるのです。悪いことなんて、悪いことなんて絶対おい、アファシスってプレイヤーにバカとか言っていいのか。なんだよ、 AI に接しやがって。まるで俺様が悪いみたいじゃねえかよ。悪いのです。いや、そりゃでもよ、わかった。その、なんだ、悪かったな。あばよ。失礼な人だったのです。マスター、私はマスターがひどいこと言われてるのを聞いてたら、胸とか頭がカーッとなっちゃったのです。それで気がついたら急に言葉が溢れてきたのです。ゼリスカの言ってたことようやく分かった気がするのです。マスターはずっと私のマスターで、
私もずっと私だったのです。クラインとタイプ B やセリスカとデイジーのやり方とは違うけど、理想の関係ではないかもしれないけど、私とマスターは私とマスターのままで。遠回りしちゃってごめんなさい、マスター。でももう大丈夫なのです。ずっと一緒なのです、マスター。あ、そうだマスター、いいこと、せっかくいろいろ試したんだから今後に生かしたいのです。だからマスターが言ってくれればいつでもご主人様って呼んであげるのです。あ、それともご要望にはお答えできませんの方がいいですか。あー、マスター、どこに行くのですか。ずっと一緒なんだから私を置いていっちゃダメなのです。